オジビエムです。土佐オールスターバーガーいかがですか。高知市役所のレストラン千段の木に今日限定で特別販売コーナーが設置されました。販売されたのは高知商業高校ジビエムが開発した土佐オールスターバーガーです。鹿やイノシシに土佐あかうしや四万十ポーク、それに四万十鶏のミンチを使っています。本当に美味しいです食べやすさとかサイズ感とかが、あと値段とかも考えて買っていただきやすいようなものにしないとなというふうに思って日々考えてます。ジビエ特有の臭みが全くなくてジューシー、その中でもさっぱり感があるんですよ。美味しいです。ジビエ料理を普及させ、鳥獣被害を減らし森林保護活動につなげる、それがジビエ部の理念です。総部のきっかけは3年前、狩猟免許を持つ現在の顧問佐々木先生と生徒とのこんな会話でした。僕が狩猟したりとか、その森林保護活動の話とかしてた時に、たまたま生徒からその商品開発したいとかって話になったので、それからこう始まって、そして生まれた第1弾の商品が鹿肉入りカレーパンでした。おお、まず鹿肉が弾力があって、さらに具沢山、人参あるでしょ、ナスがあるでしょ、それとカレーと相まって本当に美味しい。今日は午前11時から土佐オールスターバーガーと鹿肉入りカレーパン合わせて180個を販売しました。カレーパンとかにもなんかいっぱいお肉が、鹿とか、ジビエが入ってるって聞いて、ちょっと食べ比べたいなと思って。美味しそうだね。よう頑張ってね、頑張って作ってるから応援してあげたい。2つの商品は3時間で完売しました。お客さんの笑顔とか、美味しかったとか、ありがとうって言ってもらえるのが本当に嬉しくて、もっと頑張らんとなって思わされます。ゆくゆくは学校給食とか災害時の非常食の方へこうつなげてきたらというふうに考えてます。高知商業ジビエ部は千段の木の島田総料理長と新たなジビエ料理を開発し、夏に販売する予定です。